Halo, selamat malam. Selamat Malam. malam. Selamat malam. Kedengaran ya? Ya. Oke. Oke. Minasang, apa kabar? Kabar Baik-baik baik. saja. Terima kasih. Baik saja. Oh ya, bagus ya kalau begitu. Tapi di Jepang ini ya, corona sedang naik ya. Cetuk corona ima nihong. Nah, di Yeah. Indonesia ya, mau di desa. Hai, ましたね。ケースが、はい、皆さん気をつけてください。terima kasih。はい、皆さん、この授業に参加できるということは、まあ、元気だと思っていますので、すごく、安心しました。はい。はい、こちらは、入門者向けのレッスンですね。担当は私、ムティアです。よろしくお願いします。お願いします。はい。お願いします。白くん。よろしくお願いします。はい、で今日はですね、まあ、感情について、まあ、ムードとかも言えると思いますが、ムードについて、感情について、勉強したいと思いますね。なので、いろんな感情の表現を、話したいと思います。まあ、感情は、インドネシア語で言うと、このプラサアンですね。プラサアン。まあ、気持ち、感情でプラサアンですね。ちなみに、bagaimana perasaan Anda sekarang? 皆さんは今どんな気分、どんな気持ちですか？くにゃん。くにゃん。Bagus. Habis makan ya. Ya. すなんかな？すなん。あ、すなん。あ、よかったです。嬉しい。Ada yang sedih? Capek. Capek ya, habis kerja ya, mungkin ya. Sigoto no ato desu ka ne. Ada yang marah? Ada yang marah? Tidak ada ya. Bagus kalau begitu. Hai, wah, minasama, kyou mo chotto akarui kimochi de arimasu youni. Hai, negatte imasu. Ma, tabun tsukaretari suru kamoshirenai n desu kedomo. Hai.まあインドネシア語でいろいろな感情を表現してみましょう。まずは、まあ、嬉しい。楽しい。嬉しい。素直。素直。はい。そうですね。素直。素直ですね。はい、素直は、皆さん、素直は、例えばどんな時が素直ですか？親しい人に会えたときに嬉しい。会えて嬉しい。ああ、そうですね。親しい人と会うときですね、うん。あなたに会えて嬉しい。おお、そうそうそう。まかんまかな。まかんまかな。いいですね。それもいいですね。はい。ガジ、ガジアン。おお、ガジアン。ダメ、ガジアン。ガジアン。そうですね。他はバックトゥティドゥル。Oh, oh, ah, waktu menyanyi. Menyanyi, oh suka menyanyi ya. Ya, 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 menyenangkan ya itu ya, senang. Oh, jadi kita suka. Nah, menyenangkan wa, nangka jibun ureshiku suru, ureshiku saseru. Nanika ga, ureshiku saseru. So desu ne, jibun no koto.自分が嬉しくなるものですね。むにゃなんかに。むにゃなんか。楽しいか。楽しいですかね。うん、そうですね。楽しいが、むにゃなんかにですね。素直は自分の感情ですね。で、例えば先ほど、親しい人に会うときは、自分は素直ですね。で、その人がむにゃなんかに。むにゃなんか。うん。うん、その人が自分をこう嬉しくさせるですね。うん、なので、むにゃなんかね、素直は自分、自分が素直ですね。はい。他には、これですね。例えば、まあ、プレゼントもらうときとか、あと、まあ、喜ぶという意味もありますね。
例えば喜んで仕事をやりますとかですね。まあ、物事をしているときに嫌な気持ちがないときも、まあ、スナンって言いますね。ちょっと軽く嬉しいですね。あ、ドゥンガンスナンハッティ。そうそうそう、ドゥンガンスナンハッティ。うん。喜んでみたいな感じですね。あと、たまにインドネシア語では、その、日常会話では、このスナンは、好き、スカと、なんか、なんですかね、言い換えもできますね。例えば、サヤスナンメニャニですね。サヤスカメニャニと同じですね。はい、そういう使い方もありますね。はい、なので、嫌な気持ちがない時を表す時には、スナンですね。スナン。はい。それからちょっとスナンに似ている単語、他にはありますね。ドゥンビラ。ハンサニャ、マブク。まあね、ドゥンビラ。ちょっと、ドゥンビラは何ですかね、本当にやったーみたいな感じですね。ちょっと騒ぐ、騒いでる、様子も含めていますね。例えば、まあ、ちょっとなんか、ワクワクする感もありますね。お祭りの時とか、みんなはしゃいで、パーティーの時とか、あと、まあ、試合で勝つ時に、やったーみたいな時には、グンビラですね。グンビラ。はい、まあ、これから旅行に行くぞーって、ね。楽しみ？まあ、そうですね。楽しみもありますね。グンビラ。あと、本当に、なんか、喜ぶですかね。喜ぶもあるし、ワクワクもあるし、みたいな感じですね。ちょっと、日本語の単語とインドネシアの単語の使い方が、まあ、なんか、ぴったりなものがないので、こういうふうに、このインドネシア語の表現で、いろんな日本語もできますし、みたいな感じなので、ぴったりのものはないんですね。このグンビラはちょっと、うん、まあ、嬉しいんですけど、なんかちょっとはしゃぐという気持ちも含めてですね。このように、やったーと。ああ、昨日のサッカー買って、やったーですか。あ、そう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 、みたいな。それはグンビラですね。ビラ。はい。サナンは、先ほどなんか、サナンブルトムたまんですね。はい。ちょっと、なんていうか、はしゃぐ気持ちがあります。皆さんは、どんな時にグンビラですか？例えば、うわ、日本代表が、サウジアラビアに2点で勝ってグンビラーですね。あ、そうそうそう、そうです。そういう時グンビラー。はい。他にどんなのが思い浮かびますか？スブロンプロギクブルリブル。あ、ちょっと、はい。スブロンブルリブルや。あ、sebelum berlibur。はい。でもし、なんか、音声ではちょっと、遠慮したい方は、チャットでも大丈夫です。全然、書いて、送っても大丈夫です。そうですね。ブルス、ウジアン、アパプン。sebelum ウジアン？あ、ウジアン、アパプン。試験の前ですか？緊張するんじゃないですか、それ。あ、僕は、ルルス。ああ、ルルス、や。ルルス、ウジアン、や。ルルス、ウジアン、や。うん、ゴンビラ、や。おう、や、パスティ。ゴンビラ、や。いや、ルルス、合格、やった。ね、ゴンビラ、それもゴンビラですね。はい。他は、どんな時にゴンビラ。くんちゃん。くんちゃん。おう。そうですね。デートするとき。そうですね。やったーみたいな感じですね。まあ、やったっていうか、まあ、うん。嬉しいですね。うん、うん。はい。これがグンビラですね。スナンとグンビラ。ちょっと似てるんですけど、違いますね。グンビラはもっとはしゃぐ。はしゃぎますね。ワクワクとか、まあ、なんていうか、達成感もやったみたいな感じが、ありますね。で、次は、これもまた似ているものです。ギラン。
パルトンガン。ギランは、うん、ちょっと真っ赤の絵だと、ちょっとなんていうか、機嫌がいいですね。機嫌がいいとか、あの、なんて言いますかね、ウキウキも、なんか結構広い範囲ですね。ウキウキした気分もあるんですけど、なんかもっとこう、はしゃぐところもあるんですけど、ちょっとグンビラとまた違いますね。まあ、あの、例えば好きな人に声かけられたとか、あと、なんかアイドルを、ファンがアイドル見てるとき、なんか、うわーっていう時の、あの、反応がギランですね。うん、ちょっと、まあ、こういうなんかちょっとだけの、機嫌がいいだけのものと、そこ、なんかファンが、なんか自分のアイドルを見てる時の、あの、なんか、騒ぐ様子がギランですね。ちょっと、範囲が広いんですね。まあ、機嫌がいいという時もいい。まあ、機嫌がいいから騒ぐですね。そういう、なんていうか。なんか、日本語ではどういう表現しますか？その、例えば、アイドルを見る時の、わーって。夢中はギラギラですけどね。ああ、夢中は、トルギラギラ、そうです。トルギラギラ。はしゃいでいる？ご機嫌で。ああ、はしゃいでるかもしれないですね。はい。もう結構、あの、範囲が広いんですね。その、機嫌がいいものと、機嫌がいいもの、機嫌がいいことから、その、はしゃぐ、うん、までの範囲がギランですね。なんか、嬉しいことで、ちょっと、なんか、ウキウキしてますね。はい。これ、ギラン。ちょっと似ていますね。スナン、グンビラ、ギラン。グンビラン、ギラン。スナン、グンビラン、ギラン。うん。ね、スナン、グンビラ、ギラン。ちょっと、プラスな意味でですね。プラスな感情ですね。はい。じゃあ、次は、ちょっと、マイナスな、まあ、マイナス、これはどうかな。ゆっくり。ガワットですか？ガワガワではなく。うぐれうぐれ。はい。これはゾッとする。ゾッとするわ。はい。サクうぐれ。うぐれ。うぐれ。ちょっと違いますね。これは驚く。影。影。影。驚く。え影って。うん、影。驚くかな、はい。驚く。影。はい。びっくりしました。びっくり。皆さん、どういう時に影ですか？あ、ティバティバ、ada bunyi yang besar。ああ、大きい声とか大きい音したからね。影ですね。うわーって感じ。じゃなくて、うわーって言うかな。はい。他にどういう、びっくり。後ろから、うん、脅かされたりしたら、あ影はいはい。そういうとこも影ですね。はい。影。うわ他はインドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、さまざまな授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安、そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ、多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング。日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも
自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい。検定に合格したい。もっとインドネシアと近づきたい。JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろ、たくさん、いつでも、どこでも。ジャパネシアライブカレッジ。